え、なんだってばよ。日焼けしてるってことですね。ベリーが胸さんと別に日焼けしてもいいだってばよ。いいよ、ここでやるか。いや別にどこで日焼けしてもいいってばよ。フィリピンの方かな。チャンバラあサバイバルだってばよ。ちょっとカメラマンの関係でまあ僕は出ないっていいので、この中で最後まで生き残った人が一番強い男だということ、一番強いものの札ということだってばよ。よっしゃ、僕が あこいつ死んだわと思ったら死んだってなるけど、それじゃなければ結構生き残るってばよ。これは、はい、なんかカスってやつとかは結構いってってなるくらいだってばよ。なので見事なクリーンヒットをもらったら死ぬって感じだってばよ。まあちょっとカメラ1台しかないんであんまり動きすぎないように気をつけるってばよ。はい、撮ろう、撮ろう。ああね、今いる場所より後ろに下がるとカメラから外れるってばよ。合戦開始だってばよ。後ろを取られちゃいけないんだ。トシミツ死んだってばよ。おいおいなんだよ。夢丸死んだってばよ。死んだってばよ、しばゆう。てつや、バルスのクーマン A だってばよ。バルスのクーマン A めっちゃ死んだやっぱりこいつが一番強かったってばよ。いやいや、俺の一発目の何してたの。あるやん、ああいうの自殺やん。トシミツは回避めちゃめちゃ回避できてなかったってわよ。いいよ、だって3人に思いっきり叩かれてあれ絵だったらさ、ひどかったんだ。めちゃくちゃ狙われてたんだ今だって。じゃあセグウェイサバイバルで優勝した僕と今優勝したリョウの一騎打ちやるってばよ。どっちでいく。リーチにさ、いやもうこれは普通にこれでいいってばよ。オッケー。いじめがね、才能ある程度あるからな。しかし絵的にはいじめだぞこれ。いやあるぞ勝負。すごい階級差だ。お小回りがすごい。おおリーチ差がひどいもんだ、ひどいもんだ。殺したダメだこりゃなんだ今の。すごい、僕的にはギリギリ届かな い位置にピシッピシッちょっとずかするってめっちゃおもろかった普通のチャンバラはもう身長でかいと有利ですね。絶対そうだってばよ。足あ手の手足の長さださあ、歩いて先生できたところだし帰ってばよ。ちょうどいい時間だお疲れ様でした。お疲れ様です。今は何だってばよそれ。今からあのギリギリチャンバラゲームです。うん。このチャンバラでこうバチンじゃなくて、僕は絶対ギリギリ、本当紙一枚ぐらいのところでシュッて当たってる。無理だって。いや絶対当たんないんだって。本当に？なんで俺は食らってあげるの？いや避けちゃダメだよ。芝居動いちゃダメだからね。信じてよ。じゃあ次は俺、ね、芝居を完全に止めて。いいよ。交互ね、交互ね。目つぶった方がいいかもしれない。反射で避けちゃうから。じゃあもう芝居の顔だけズームで映しておいてみよう。行くよ。もう俺が当たる。この位置だな。うわこの位置、どの位置。今ここでもうフル準備はできてるんで揃えたってばね、はい、OK ちょっと待ってね。待ってどう。さあ準備できたってばよ。うんいいよ。よっしゃ行くぜ。えすごい。え今何今どういう音。髪の毛を多分 2,3 本切っただけ。あいやここ行った。ちゃんと当たってたよね髪の毛。すごい当たった音したけど髪の毛だけかもしれんで、ね、もうすごいってばよ。ちゃんギリギリちゃんもあるために成功かもしれん。チャレンジ成功。え、うまいうまい夢もあるやつだよ。ギリギリチャンバラ最後まで。やんなその最後です。俺絶対ダメだよ。てつややるってばよ。てつやもう一回やってみ。やり合ってもいいんじゃんよ。やり合ってほしいね。これ全国高校でやってほしいよね。当てたら負けだってしろよ。剣の先1分当てたら負けだってばよ。これ公式ルールだとちゃんとした棒があります。あんま測るとあれだから動かないように公式ルール的には、ね、気配でここだな、ここだ。いきます。じゃあオープ
え？ビンタ。あれ？今切られた俺。首飛んでる。この辺なくなったよ。顎出てない。顎が開いた。顎が開いた。地味。怖い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 。次としみつ蹴るってばね、はい、オッケー。いや俺もう測んないから最初オッケーオッケー、すごいな、としみつは。さあ、いいぞ。ダッソ。いや、鼻血出るやつね。ブルブルってなってる。はい、これ分かったことがある。ギギリチャンバラトレンジは当たっても地味で大したリアクション取れないから、今日で廃止した方がいい。このチャレンジ失敗です。ゆまるさん、バズり失敗。ゆまるが世界チャンピオン。そうだね。バズ合わせ失敗。バズ合わせ失敗です。帽子だけ取るってやつ。あ、それはおもろい。帽子だけこう、あ、勝ち上げるってやつだったわよ。いや、いいだろ。1回だけ、1回だけやらしてあげて。やってもうこれ最後だったわよ、もう時間ないから。意外と届くんだよね、きっと。ここだな。いきます。いや、よくいや、よく、後ろがちょっと押さえてこない。押さえて距離感忘れて。そうね、もう仕切るよ、仕切る。いきます。踏み込みのスキルも大事だ。あ、ここだな。いきますね。おいおい、終わりにくくなっちゃったじゃねえかってやよ。地味だ。うまくいっても地味。これはバズらん。終わりましょう。今日で終わり。はい、今までありがとう。ありがとう。バズらせ失敗。